カリカリ。同じサークルに入っていた先輩と、その友達の A と B は仲が良く、よく一人暮らしをしている A のアパートで遊んでいた。大学2年生になって A のアパートが改築することになったんだけど、A 以外の住人は1ヶ月ほどの改築期間の間は自宅から通うことになり、A は自宅から通える距離ではなかったんで、その間大家さんに暮らせる場所を紹介してもらった。A は仕送りをごまかすために、できるだけ安いところを希望した。で、紹介されたのが、少し大学からは距離があり、あと、半年も経たないうちに取り壊されるという、オンボロアパートだった。先輩と B は、引っ越しの手伝いがてら、そこに行ってみると、木造、何十年といった感じの上、潰れた工場のような建物に、両隣を囲まれた、暗い感じのアパートだったそうだ。そんなわけで、幽霊でも出るんじゃないか、と、A を脅かしたりしていたんです。A は、幽霊の類は一切信じない男だったんで、懐にお金が入ったからか明るく、隣にも人が住んでるみたいだしさ、大丈夫大丈夫、と言いました。そんなこんなで A の引っ越しも終わって、A と別れてアパートから出ようとしたとき、ちょうど A の隣人らしきおっさんが帰ってきて、細い路地を通って出なければならなかったので、身をよじってすれ違うときに先輩が、すいません、と声をかけると、おっさんは、いえいえ、と言って、すんなりすれ違ったんですけど、すれ違った後、ああ、ちょっと、と先輩たちに声をかけてきました。若いんだから、まあ仕方がないけど、夜はもうちょっと静かにしてくれないかな。昨日も夜中、カリカリうるさくてさ、壁が薄いからね。はは。A が引っ越してきたのは今日の朝だったんで、先輩たちは気味が悪くなりましたが、あれだけのオンボラアパートだから、でっかいネズミとかいるんじゃないかってことにしておいたんです。翌日、その次の日と、A はサークルに顔を出していたので、そのことはすっかり忘れていたんですけど、3日目から急に、サークルには顔を出さなくなりました。どうしたのかと思って、先輩たちが電話してみると、普通に電話に出て、最近寝不足でさ、隣のおっさんが夜中、ずっとカリカリってうるせえんだよ、と言ったんです。先輩は反射的に、そのアパート出た方がいいんじゃないか、と言ったらしいんですけど、A は笑い飛ばし、もう寝るからさ、と電話を切ってしまいました。先輩と B は心配しましたが、気味の悪い、あのアパートに行くのも嫌だったので、行きはしませんでした。それから3日間が経っても、A はサークルはもちろん、学校にさえ来なかったんで、さすがにやばいと思い、A のアパートに行ってみることにしました。幸い3日間とも、携帯では連絡は取れていたので、その日の電話で、今日行くからと言うと、A は気軽に、ああ、来いよと言ってくれて、先輩と B がアパートに着くと、雨戸が閉まっている上に、玄関のドアが少し開いていたんで、B が、いないのかと中に声をかけてみると、おお、来たか、入ってこいよ、と普通に A が答えました。二人が中に入ると、A は布団に入っていました。目に大きなクマをつけながらも、大丈夫大丈夫、と笑顔で言っていたんで、先輩は少し安心したそうです。
結局、一週間ぶりに会ったせいもあり、三人とも夜まで話し込んでいたんですけど、深夜もいい時間になって急に、眠たいと A が言い出しました。先輩たちは寝不足なのに話に付き合わせて悪いなと思いつつ、終電も終わっている時間で帰れなくなったんで、いつも通り A に止めてもらうことにしました。で、先輩たちが雑魚寝になると、電気を消そうとした B が馬鹿にしたように、この部屋、どれも開けっぱなしでだらしねえな、などと言いました。横になった先輩が部屋を見回すと、確かに押し入れやトイレの扉はもちろん、鍋の蓋や雨戸まで、蓋や扉の類は、すべて少しずつ開いていたそうです。それを見た先輩は、言い知れぬ恐怖感を感じ、もう眠るどころではなくなりました。それでもまぶたを無理やり閉じてしばらくすると、どこからか、カリカリという何かを引っかくような音が聞こえてきました。A はうざったそうに、また隣のやつだよ、うるせえなぁ、と言っていましたが、先輩にはどう聞いても、その音、部屋の中から聞こえていました。B もどうやら同じようで、先輩に小声で、この部屋、やべえよ、と言っています。先輩は耐えきれなくなって、暗がりの中、まぶたを開けてみると、押し入れやトイレの隙間から何やら白っぽいもやもやしたものが見えて、そこからどうもカリカリと音がしているようでした。先輩は目を凝らしてそれが何かを確認しようとしたその時、 B が急に先輩に目隠しをしてきたんです。先輩はびっくりして、どうしたんだ？手どけろよ、と言いました。しかし、B であって B でない声で、ダメだ、と、それっきり何を言っても B は答えず、先輩は目隠しをされたまま、恐怖の時間を延々と過ごしました。いつの間にか眠ってしまったのか、先輩は、チュンチュンという、鳥の鳴き声に目を覚まし、目隠しを取ると、朝になっていました。傍らには、A と B が、何事もなかったかのように、すやすやと眠っていました。先輩は、夢だったのか、と思いましたが、昨日と同じように、押し入れや、トイレの扉が開いていることに、恐怖が蘇って、アパートから飛び出してしまいました。そしてその日以来、A と B は、サークルや大学にも顔を出さなくなり、携帯はおろか、自宅の電話での連絡もつかなくなってしまったそうで、そのアパートが取り壊された今となっては、あのカリカリという音と、白いモヤモヤが何だったのかは、確認のしようもありません。皆様も押し入れや扉の隙間にはご注意をくださいね。家に伝わる話。僕が住んでいるところは相当な田舎で、だからというわけではないんですけど、各家に一つほどは、怖いまたは不思議な話があります。〇〇さんとこの家の話、ほんと怖いよね。じゃあ、バツバツさんの家の話は聞いたことある？というふうに、その辺の地域一帯で、それぞれの家の話を共有しているんです。今回は、我が家に伝わる不思議な話を
ここで紹介させていただこうと思います。僕がまだ小学校の高学年くらいの頃、ばあちゃんと母ちゃんがたまたま何かの用事で一日家を空けて、その日の晩ご飯はじいちゃんと父さんと三人で食べることになりました。男三人での食事なんてのは多分これが初めてだったと記憶しています。そんな珍しい雰囲気に多少戸惑いながら、父さんがよそってくれたご飯を食べていたとき、急にじいちゃんが笑みを浮かべながら僕に話しかけてきました。なあ、たくよ。お前には、うちの話はしたことがなかったっけな。うちの話って、うちにもなんか、不思議な話があるの？ああ、お前が、怖がるだろうと思ってな。今まで話さなかったんだが、そろそろ、話してもいい頃だと思ってな。なあ、いいだろ？じいちゃんは、父さんに許可を求め、父さんは少し困った顔をしながらも、いいですよ、と首を縦に振りました。そして僕は我が家に伝わる奇妙な話を聞いたんです。その時聞いた内容は本当に細かいところまでは覚えてはいません。何しろ十数年前の話ですから。でも、いくらかは覚えています。それはこんな内容でした。この家は、じいちゃんのじいちゃんが建てた家で、築100年は軽く経過しているんですけど、建てた当時から、もうすでに、奇妙な話が家の者によって、囁かれ始めていたというのです。それは、天井裏に、何者かが住み着いている、という話。じいちゃんは小さい頃、自分のおじいちゃんの日記を見たことがあったらしいのですが、そこにもそういう話が書いてあったらしく、子供心に本当に怖かったと言っていました。そしてじいちゃんも何かが住み着いている雰囲気をずっと感じながら、この家で過ごしてきたらしいのです。僕はその時父さんを見て、嘘でしょ？そんな話。と聞いたのですが、なんと父さんは苦笑いを浮かべながらこう言ったんです。いや、俺もそんな雰囲気を感じたことが何回もあるんだよ、と。僕は当時、父さんがその話を肯定したことに、ものすごく驚いた記憶があります。そしてじいちゃんに、その話の続きを促しました。しかしじいちゃんは、いや、これだけなんだよ。他に何か特別な話はないんだけどな。何かが住んどるということだけは、ずっとこの家に伝わっておって。まあ、100年以上も前からの話だからな。人間が住んどるってことはないだろうけども、お化けとか神様とか、そういうもんでもなさそうなんだよな。まあ、それだけの話なんだよ。とだけ言って、豪快に笑いました。本当なら、まだ小学生の僕にとっては、恐ろしい話でした。なんせ、天井裏に、何かいるんですから。しかしじいちゃんの、人間でも、お化けでも、神様でもない、という言葉に、なぜかすごく安心してしまって、うちの話って他の家の話よりも不思議なんだな、くらいにしか思ってなかったんです。それから十数年の間に、母さんやばあちゃんにもその話を何度もしました。でも二人とも、何がおるんやろうね。まあ気にしとったらこの家には住めないよ、みたいな返事しか返ってきませんでした。友達に話しても、お前んちの話は妙だな。うちに伝わっとるのは妖怪の話やから、
リアリティがないけん、羨ましいわ。とか言われてしまう始末。ただ漠然と、何かがいる、という感覚は、僕もなんとなくは感じたりはします。古い家だから、家鳴りがひどいのが原因かもとか、何か家の構造上の問題で、生活音が天井に反響する度合いが大きく、それを何かの気配と勘違いするんじゃないかとか、そんなことも考えました。でもやはり、天井裏に何かいるような不思議な気配としか言えないような、そんな雰囲気をたまにですけど感じます。僕がこれから結婚して子供ができて、孫ができて、この家でこれからも世代が変わっていく中で、天井裏の何かもずっと語り継がれていくんでしょうか。僕はこの話を我が家の今でまだ見ぬ家族に語れる日を楽しみにしています。トイレの窓から。中学校3年生の卒業式を終えた夜、友達4人と盛り上がって見納めにと中学校に忍び込むことにした。宿直の先生はいるだろうし、体育館はセコムみたいなのが入っていて、どこから忍び込もうかと相談していると、運よく2階の窓が開いていることに友達の一人が気がついて、若さも手伝ってか、排水パイプをよじ登って、校舎の中に土足のまま入り込んだ。音を立てないようにしながら、自分たちの学び屋を甘酸っぱい思い出とともに眺めているだけで、感慨もひとしおだった。と、自分たちが中3で使っていた1階の教室に入って、しばらくしたその時、教室の電気が急について、誰だ?との声。冷静に考えてみれば、卒業生が卒業式の後に忍び込んだりすることはよくあるから、先生側もいつもよりも厳重に巡回してるなんて当然だったんだ。でもテンションが上がっていた俺は動転して、片方の扉から教室を飛び出した。追いかけてくるような気配に必死になってトイレに逃げ込んで、窓から外に出て家まで一目散に逃げ帰った。結局友達は捕まって、芋づる式に俺も呼び出されてこっぴどく叱られた。これもいい思い出だとお互い言い合っていた帰り道。お前、よくあそこから逃げ出せたよな。先生たち、出口全部固めていたのにさ。いや、トイレの窓からさ。俺はそう言いかけて、はっとした。中学時代、使い続けたそのトイレを思い出し、そのトイレには、窓なんてなかったんだよ。俺はどこを通って外に出たんだ?天井裏から。これは友人から聞いたとかではなく、マジに俺自身が体験した話。バイトで知り合った友達が引っ越しをするというので手伝った。そいつは一人暮らしで荷物もそんなにないし、引っ越し先も元の家から車で30分くらいの距離な上、俺もそいつも引っ越しの経験があるので、段取りは大体わかっていたから、要領よく済ませることができた。レンタカーを借りて朝から始めて、夕方にはほとんど終わっていた。その日は
そいつの新居に泊まるつもりだったんで、外で飯を食った帰りに酒を買ってきて、にほどきしたり、だべったりしていたんだが、昼間の疲れが出たんだろう。10時くらいにはかなり眠たくなってきたので、二人とも雑魚寝ですぐ寝ついた。夜中に天井からドタドタという音で目を覚ましたが、眠たかったのでまたすぐに眠りについた。三日後、そいつとバイトで一緒になったんだけど、なんだか少し元気がない。まあ、引っ越し時代は終わっても、その後の手続きやらなんやらで結構忙しいから、多少疲れてるんだろうと思い、仕事が終わった後で一緒に飯を食べに行った。新居はどうだ？と水を向けると。あの部屋さ。ああ、まだ慣れてないな、と、ちょっと変な返事。俺自身は枕が変わろうと、ベッドが変わろうと、すぐ慣れてしまう性格なので、この返答に違和感を感じたわけだが、まあ性格なんて人それぞれだし、環境の変化に敏感な奴はたくさん知っている。こいつがそうだというのがちょっと意外だったんだけど、そんな感じでその日は別れた。さらに4日後、一緒に飯でも食おうと思って見たところ、明らかに顔色が悪い。なんかあったのかと尋ねると、あの部屋やばいよ、絶対に最悪だ、と身内の不幸を語るときみたいに深刻な顔でため息を漏らす。明らかに、シャレや冗談ではない空気を作っていたんで、こちらも半信半疑ながら真剣に話を聞いてみると、天井を駆け回る音。そいつの部屋は2階建て工房の2階。その音に始まり、壁を引っかくような音やら、照明の紐が揺れたり、お皿がカタカタ鳴ったり、ボソボソと、独り言のような声が聞こえてきたり、もう絶対にお化けの仕業だと言い切ってはばからない。俺の方はというと、話を聞いた限りでは、どれもこれもなんだか微妙な感じだな。えらい、オーソドックスなスタイルなゴーストなんだな、おい。ってな感じで、最初の方こそ友人の真剣な様子に押されて、真面目に話を聞いていたんだけど、詳しい話を聞くにつれて、ネズミの足音って結構大きいらしいよ、とか、もう全然信じてませんよモード丸出しの受け答えばかりするようになっていた。それが尺に触ったのか、だったら家来てみろよ、と言われて、特に用事もなかったので、そのまま、そいつの家に泊まることになった。そいつの家に着いてから、軽く酒でも飲みながら、テレビを見たり、だべったりして、なんということもなく過ごしていたんだけど、夜が更けてゆくにつれて、そいつはそわそわして、明らかに怯えた様子。夜中の1時を過ぎた頃だろうか、突然天井から、ドタドタという足音が。確かにかなり大きな音で、ちょうど子供が天井裏を走り回っているように聞こえる。正直かなり驚いた。結構でかいネズミなんじゃないのか？と、俺が言い終わらないうちに、今度はどこからか、ボソボソと、独り言みたいな声が聞こえてくる。しかも、よく耳を澄ませてみると、その声、部屋の真ん中あたりから聞こえてくる。しかも、かなり聞き取りづらいけど、どうやら誰かを探している様子。
ボソボソボソ。どこ行った?ボソボソボソ。どこ行った?と、身の毛もよだつような、恐ろしく低い声で、ブツブツと言い続けている。その声が聞こえてきたと同時に、照明の紐が揺れ出した。いや、揺れているなんてもんじゃない。まるで指先で、紐の先を弾いているみたいに、ビコンビコンと跳ねてる。その後も、カリカリと、壁を、部屋の内側から、引っかく音がずっと続いていたり、ゴッゴッと、壁に何かを、打ちつけるような音が響いてきたり、俺は、部屋の隅に突っ立ったまま固まっていた。想像していた状況を、はるかに超えていたんだ。この部屋の中に、姿は見えないけど、確かに誰かいる。姿は見えないけど。しかも、何かを探していて、でも見つからなくて、かなりイライラしているようだ。はっきりとそれがわかる。しばらくして音は止んで、紐も動かなくなった。それでも俺は固まったまま、目だけをキョロキョロ、部屋の中を舐めるように眺め回し続けていた。今にもそれがまた出てくるんじゃないかと、身構えて体ガチガチ、固まったまま。友人が、な、本当だったろ、と、ぼそりと言った。意義なし。これはマジでやばい。その後、ファミレスに緊急避難。言ってはいけないと分かっていたけど、ついポロリと本音が出た。お前、よく一週間もあんなところにいたな。いや、最初はそんなにひどくなかったんだけどな。だんだんひどくなってきてんだよ、イライラが。友人はすぐにでも、あの部屋から出たいと言った。そりゃそうだろう。でも金がない。気の毒だとは思うが、俺もあいにくと、金を貸せるほどの余裕はなかった。そう言うと、いや、金は自分で稼ぐ。頼みたいのはそれじゃない。話を聞くと、夜家にいたくないので、コンビニの、深夜勤務のバイトを始めることにしたそうだ。昼間だけだったら我慢できると思っていたんだけど、どうもだんだんひどくなっているようで、あの部屋にいるといつ出てきてもおかしくない気がして恐ろしい。眠れない。そこで昼間だけでいいから俺の家で寝させてほしい、ということだった。もちろん俺も一人暮らしだし、昼間はだいたい家を開けるから、何の不都合もない。しかも、あんな体験をした後だ。二つ返事でOKした。でもさ、まだ入居して一週間だろ?不動産屋に文句を言えば、別の部屋を探してくれたり、全額じゃなくても、少しくらいは金戻ってくるんじゃないか?と言ってみた。あれだけ強烈にはっきりと、得体の知れないものがお出ましになっているんだ。確実にあの部屋で何か事故でも起こっているはず。そういうのって新しい入居者には告知とかしなきゃいけないような話を聞いたことがある。三日前に不動産屋には行った。大家のところにも行ってみた。あの部屋で誰かが死んだとか、何か事故が起こったとかは今まで一度もない。変なことを言ってきたのも友人が初めてだ、とかなり不審がられたそうだ。出て行くのは構わないが、契約書にもある通り、退去の一ヶ月前までには出て行くことを伝えないといけない決まりだから、
来月の分の家賃は払ってもらうときっぱりと言われた。そう忌々しそうに友人は答えた。何かを隠しているようにも見えなかったという。それに、もし何かあったとしても、知りたいとは思わない。それはなんとなくわかる気がする。実際のところ、あそこで何があったのかを突き止めようとか、坊さんとか霊能者みたいな奴を呼んで、お祓いをしてもらおうとか、そんな考えはついほども起きなかった。とにかく、関わり合いにはなりたくない。できるだけ早く縁を切って、記憶からも消してしまいたい。きっとそんな気持ちなんだろう。その気持ちはわかる。そして実際にあれは、それくらいやばいもんだ。それは確実だ。それから友人は働きまくって、2ヶ月ほどで30万近く貯めた。昼間、俺の家で寝る以外は、ずっとバイトをしていた。その間にも、あの部屋に、服なんかを取りに戻ったとき、家にあった食器が、すべて、粉々になっていたのを発見したり、大家から電話がかかってきて、夜中にわめいたり、暴れたりするのをやめろと、そんな苦情を言われたりしたみたいだけど、あまり気にしないように努めて、黙々と働き続けた。事情を知っている俺だけには、報告みたいな感じで教えてくれた。当然かなりやつれたけど、金が貯まった時は本当に嬉しそうだった。引っ越しの日、当然今度も俺が手伝うことになった。今回は確実に、日の光のあるうちに引っ越しを完了させなければならない。もう一人に声をかけて手伝ってもらうことにし、そいつは友人 B とでも呼んでおこうか。ちなみにこいつは、その部屋の話は何も知らない。で、前回以上に段取りよく、要領よく進めて、昼過ぎには、ほぼ終わらせることができた。引っ越し先の家から、例の部屋に戻り、不動産屋と大家の立ち会いの時間まで、部屋を掃除していた。1K の部屋に3人がかりだったんで、掃除はすぐ終わった。ここで、俺に魔が差した。2ヶ月が経ち、あの時の恐怖が薄れていたんだろうか。それとも、3人もいるから気が大きくなったのか。また、明るい太陽のせいか。お札だの、不自然な髪の毛の束だの、血の染みだの。原因となったものが何かないか探してみようと思ってしまったんだ。友人もしぶしぶ付き合ってくれた。引っ越しが済んだがらんとした 1K。 探すような場所はそう多くない。押し入れ、天袋、さらには畳を一枚一枚持ち上げてチェックをしてみたのだが、何もない。友人 B には意味がわからないまま手伝ってもらった。最後に、天袋の隅っこにあった、はめ込み式の板を外して、天井裏を覗いてみることにした。しかし、いくら昼間とはいえ、きっと天井裏は、真っ暗な闇が広がっているに違いない。それを想像すると、あの時の恐怖が蘇り、さすがにちょっと腰が引ける。そういうわけでもあるから、ここは何も知らない友人の B の出番ではなかろうかと。友人 B に懐中電灯を持たせ、天井裏を覗いてもらった。幸い、好奇心あふれる B は危機として引き受けてくれた。へえ、天井裏ってこうなってんのか。別になんもねえぞ。あ、待って、なんかあった。
なんだあれ。そう言って、B は天井裏の奥まで入っていってしまった。にわかに、不安になる俺と友人。そして戻ってきた、B が手にしていたもの、それは、位牌。そう、あの位牌。仏壇に置いてある、あの位牌。位牌は、仏壇に置くものだから、もちろん天井裏なんかに置くものではない。でもあったんですよ。B が手にしている、埃まみれのそれ。三人とも凍りついてしまった。どれくらい固まっていただろうか。とりあえずこれは、ちょっと本気でやばいんじゃないかと。未だ、ほうけたように、じっと手を見ている B に、とりあえずその物体から手を離した方がいいんじゃないかと提案してみた。そして B がその位牌を床に置いた瞬間、ドタ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 、天井裏を狂ったように駆け回る音が、ガラン堂の部屋の中に響き渡った。全身の毛が総毛だった。転げるように、外に出た。B も慌ててついてきた。外に出て、太陽の光に包まれてもなお、俺と友人の肝は冷えたままだった。やぶを突っついたら蛇が出てきた。激しく後悔した。その後やってきた不動産屋と大家に、友人は食ってかかったが、不動産屋と大家は、最初は相手にしなかった。それどころか、友人に、変なもの持ってきて、因縁なんかつけるなと、そんな言い方をしていた。どうやら友人を、相当、うさんくさい奴だと思っているようだ。しかし、俺と友人の B が援護し、ようやく、友人の言い分を信じたようだ。この物件では、過去に事故は起きてはいない。それは本当だ。しかし、友人のすぐ前の入居者だった人は、家賃を滞納して行方をくらましていたそうだ。このご時世ではそういったことは稀にあるし、そんなことを次の入居者に報告する義務はないので、あえて言ってはいなかったけど、ひょっとしたらその人が置いていったのかもしれない。結局その位牌は、大家が預かって、お寺かどこかで、供養してもらうことになり、その部屋も一応は、お払いをしてもらうことにすると言っていた。友人はその後、新しい家で、何事もなく暮らしている。夜もぐっすりと眠れているようだ。俺にも別に、特に変わったことは起きてはいない。しかし、あの夜のことを夜中に思い出したりすると、少しだけ寝つきが悪くなる。これが俺が体験したシャレにならないくらい怖い話でした。講義場。俺は、車のポリマー加工の技術を教える、フランチャイズ会社で講師をしていた。技術を教わりたいというお客さんが増えてきて、そろそろもっと大きい講義場が欲しいね、と日頃話していたところ、埼玉県の某市に格安で、以前に倉庫として使われていた物件を発見した。大きさも手頃で、教室のような部屋と、事務所と作業スペースも十分で、まさに理想的な講義場だった。契約を済ませ、自分と講師の T さん、営業の H さんの三人で、まだお客さんを連れてくる前に、資材の配置などの準備のために訪れた時に、まず T さんが一言。ここはやばいね。
T さんは霊感があるらしく、この場所には子供の霊がいると言っていた。すると H さんがトイレから出てきて開口一番。なんかね、トイレだけ異様に寒いんだけど。その時は梅雨が明けたばかりでとても暖かくて、自分は T シャツを着ていた。自分は霊感はなかったんですけど、そんな話を聞いた後にトイレに行けるわけもなく、関越のパーキングまでひたすら我慢していたことを覚えています。実害が出たわけでもないので、お祓いなどもすることもなく講義場はオープン。まあ速攻で実害が出たわけなんだけど、まず起こったのはポリマー加工に使う溶剤があるんですけど、その溶剤が入っているボトルに中身がよく混ざるようにビー玉みたいなものを入れていました。お客さんがポリマーの練習をしていたら、バチンバチンと音がしたそうです。なんだと思って振り返ったところ、床にそのビー玉が無数に落ちていたそうです。そのビー玉は2階の資材置き場の段ボールの中にしまってありました。お客さんには段ボールが崩れて上から落ちてきたんですよと説明はしたんですけど、段ボールの中のビー玉はさらにビニール袋に入っていて、単体で下に落ちてくるはずはなかったんです。自分は早速怒ったと思い、時間も夜の7時だったので、そろそろ上がりましょうかと提案しました。お客さんは早く技術を習得して独立をしたいと意気込んでいて、泊まり込みで作業をすると言って聞いてくれませんでした。わかりましたと言って自分は帰宅したんですけど、翌朝出勤したところ、そのお客さんが作業で使っている車の中で寝ていました。部屋で寝ればいいのに変だなと思いながら起こしてみると、目を覚ました途端に大声で叫び、車から飛び出してきました。俺は驚いて、落ち着いてくださいと言うしかできなかったんですけど、お客さんの話を聞いて唖然としました。そのお客さんは昨日の深夜12時ぐらいまで作業していたそうです。作業も一段落ついて、そろそろ切り上げようと思っていたところ、ずる、ずる、ずると何かが動く音がしたそうです。そこには作業で使う車が3台あったんですけど、そのうちの1台が勝手に動いていたそうです。しかもその動き方が前後ではなく、左右に動いていたそうで、普通、車が左右に動くことなんて、ロープをつけて引っ張らない限りありえませんよね。その様子を見て、パニックになったお客さんは、作業中の車の中に入ったそうです。様子を伺っていたら、車の動きは収まって、あれ、疲れていたから勘違いかな、と思っていたら、バチン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 バチ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 。リアガラスにあのビー玉が激しく投げつけられたそうです。お客さんはどうすることもできずにいると、今度は車内にそのビー玉が入ってきたそうです。当然、窓は閉まっているのに。そこでお客さんは気を失ってしまったそうで、後日、T さんと営業の H さんと話し合って、お祓いをしてもらおうということになりました。このポリマー加工の事業は共同で出資して始めたので、うちの会社の社長とその友人の O さんで資金を半分ずつ出していました。そこで H さんは O さんにもお祓いをするということを伝えるために、王さんのところを訪ねました。
O さんは美容院を経営していて、H さんはその美容院の事務所に通され、O さんが来るのを待っていました。その事務所にはホワイトボードがあったそうです。何の気なしにそのホワイトボードを見たところ、だいぶ前に書かれたと思われる薄くぼやーっとした子供の顔と、その横に、遊ぼうよというにじんだ文字が書いてあったそうです。H さんは、うわ、なんだこりゃと思ったそうですけど、O さんには子供がいたため、その子供が書いたんだろうと思い、O さんを待ちました。しばらくして O さんが来たので、お払いの話をして、話がまとまったところで帰ろうとしていると、O さんもホワイトボードの落書きを発見したそうです。昨日まではこんなのなかったのに、と。H さんは間違いなく子供の霊の仕業だと感じ、その足で霊能者のところに向かいました。霊能者の方に見てもらったところ、その倉庫のオーナーの先祖の中に、小さい頃に亡くなった方がいたそうです。オーナーが持っている土地のどこかに、お墓か何か埋もれているんじゃないか、そう言っていました。実際にお墓が発見されたと言っていましたけど、その現場には立ち会っていませんから、本当かどうかはわかりません。供養が終わっても、いろんな現象は収まることはなく、その講義場は潰れてしまいました。潰れる前に自分は辞めてしまいましたから、後日談とかはわかりません。ただ、たまに会う H さんにそのことを聞いてみても、話をしたくない様子で、何も話してはくれないんです。現在は H さんも、その会社を辞めています。寝言。俺は最近、寝言がひどいらしい。家の人間からも。あんた最近、変な寝言言ってたわね。って言われたんで、一丁自分がどんなこと言ってるのかを確かめてみようと思い、この間からカセットを寝ている間録音しておいたんだ。テープが1、2時間くらいしか取れないんで、何回か録音をしていたんだけど、ついに一昨日録音ができたんだよ。で、内容が、40分くらい間隔を空けて、あれ、どこ行った？ああ、またお前か。ガチャ。ここでテープの時間が切れた。そんな感じ。これだけだったらただの寝言なんだけど、昨日の夜も録音しておいたんだ。そしたらまた撮れていたんだよ。でも昨日のは、変な声も混じっていた。確かに聞こえるのは俺の声と、明らかに俺の声ではない、誰かの声。俺よりもかなり低いんだ。しかもその声は、どこからか聞こえてくるとかではなく、なんというか、まあ、録音されていた内容を下に書きます。おーい。おーい。おーい。またお前か。なんでやねん。おい。おい、こら。こら。おい。うるさい、うるさい。そんなこと言っても、もう。またか。
お前、おい、おい。お前、おい、こら。向こうの山が、この向こうの山が、の後に続く言葉は、なんか、三文字の単語だったと思います。うるさい、うるさいな、もう。この後は無音。声の主、おそらくは男性のようなんだけど、家には、俺以外男はいない。家の人間は、俺の声以外は聞いていないらしい。しかしテープには、結構鮮明に録音されていた。何だったんだろう。ちょっと、怖くて眠れないんですけど。額に入った絵。自分が住んでいたアパートの大家さんから聞いた話。俺が大学を卒業し、部屋を引き払って地元に帰るときに大家のおっさんと酒を飲んだ。昔、あのアパートを購入した際に一部屋、妙な部屋があったらしい。今もそこは無人の部屋になっているが、それは購入した時から開かずの部屋であって、大家は理由は深くは考えていなかった。もったいないから賃貸部屋にしたいけど、もし曰く付きなどといった部屋では困ってしまう。別に過去に事件があったなどとは聞いてはいないが、自身が泊まってみて確認をすることにしたらしい。部屋の中には、立派な額縁に入った絵と子供用の学習デスクのみ。大家はラジオと布団を持ち込んで夕方から泊まり込んだそうだ。大家は幽霊などは信じない現実派であり、夜も更けるまで電気をつけっぱなしでボケーっとラジオを聞いていた。視界の端で絵が動いた気がした。気のせいか。いや、こういうことは、はっきりさせねば我慢ならぬ性格だ。絵を覗き込んでみる。その絵は、最初から理解できない絵だった。昔で言う、どこかの街道の途中に、花柄の模様の着物が土の上にくしゃくしゃになって落ちており、その真ん中に黒い玉がある。大家は、しげしげと眺めた後、鼻で笑うと、布団に戻って電気を消した。寝つけなかった大家は、部屋の天井を眺めていたが、異変に気がついて、飛び起きて電気をつけた。やっぱり、絵が動いている。早足で、絵の前に立つ。絵は変化していた。黒い玉は頭だった。着物には中身があった。描かれていたのは街道沿いに倒れた着物姿の女性だった。内容を理解した大家は混乱した。まず、なんでこんな悪趣味な絵がアパートにあるのか。こんな気持ちの悪い絵を誰が置いたのか。くしゃくしゃだった着物は膨らんで、今ではもうはっきりと人間が着ているように見える。黒い玉にしか見えなかった頭頂部は髪の毛の光沢までもが鮮明になっている。頭には赤いかんざしが刺さっており、その頭部がゆっくりと動いた。大家は身動きすら忘れ、絵に釘付けになっていた。女の顔が見えた。血まみれの赤い顔が。目はつぶれ、唇は膨れ上がり、顔面中に血が滴り落ちて光沢に輝いていた。女は倒れたまま、コツンと
顎を地面に置いて、大家の方に顔面を固定した。女は首を困ったようにかしげた。ゆっくりと首が傾いていく。大家は女性の顔につられ、注視したままに自分も首をかしげた。しかし女性の首は、人間には不可能なほどに回っていく。コロンと女性の首が横に転がっていった。残った胴体の首からは血の本流。大家はそこで気絶。翌朝、絵を処分しようと恐る恐る近づくと、そこには絵などはなかった。ご立派な枠に収まった、ただの鏡だった。無言電話。3月末のある晩、会社に一人残っていた。年度末で何としても終わらせなければならない仕事があったんだ。必死になっている最中に突然電話が鳴った。凱旋のようだ。時計を見てみると深夜1時。こんな時間に誰だ？と不審に思いながら、はい、〇〇企画課です。どちら様でしょうか？返事がない。しばらく受話器を持って耳を澄ましたが、何も聞こえない。なんだよ、こんな時間に。間違い電話か？こっちは忙しいって言うのに。むっとして、ちょっと乱暴に受話器を置き、仕事を再開した。しばらくして、ピロロ、ピロロ、ピロロ。また電話だ。さっきのやつか？いい加減にしろよな。はい、まるまる企画家ですが。少し声を荒げていった。まただんまりだ。私は頭に来て。間違えたんなら、一言謝ってもいいんじゃないですか？無言なんて立ちが悪いですよ。と言って、ガチャって受話器を叩きつけた。朝方になってようやく仕事が終わり家に帰ると、電話の留守録ランプが点滅している。私は留守録再生ボタンを押した。午前1時10分、一件のメッセージがあります。すいません、すいません、すいません、すいません。弱々しい女の声で、延々と謝る声が録音されていた。怖いような、不思議なような。昨日昼間に駅で電車を待っていたんです。普通に住宅地にある駅で、田舎でも都会でもない町の駅です。私は先頭の車両に乗りたかったので、ホームの端っこあたりで電車を待っていました。そうしているとなんとなく、ホームの下が気になるんです。どうしても気になるので、下を覗こうとしたとき、私の腕を思いっきりホーム側に引っ張られました。ふらふらっと後ろによろめいた瞬間、通過する特急電車が目の前をかすめたんです。何が起きたか理解できない私の腕を引っ張ったのは、若い女の人でした。電車が来ているのに、そんなことしていたら危ないですよ。警笛がすごかったの。気がつかなかったんですか？って言われて、初めて気がついたんですが、電車が来ていたことも、警笛を鳴らされていたことも、全く気がつかなかったんです。
やっと自分の状況が分かったとき、鳥肌が立ちました。もし彼女が腕を引っ張ってくれていなかったらと思うと恐ろしいです。ホームの端に目をやると、何かが私を睨んでいました。なんだかぼんやりとしていて、顔ははっきりとわからないんですけど、とにかく睨まれているんです。ああ、あれに引っ張られそうになったのかな、と思いました。不思議なのはここからなんです。私に、大丈夫ですか？顔色が悪いですよ、と、女の人が声をかけてくれているとき、あれの腕が、スルスルと伸びてきました。女の人は全く気がついていないようでした。今度は私ではなく、助けてくれた女の人に手を伸ばしているんです。どうしよう、どうしようと思いましたよ。ところが、その人にはどうやっても触れることができないみたいなんです。足首やふくらはぎを引っ張ろうとするんですけど、どうしても掴めないような感じ。時々怖いものを見ることはありますけど、触れないっていうのは初めて見ました。しばらくして電車が来ました。私は大丈夫ですと言って、電車にその人と乗り込みました。早くその場を離れたかったんです。平静を取り戻そうと、その人のファッションチェックをしてみました。とにかく他のことを考えたかったんですよ。ちなみに美人系で、黒いワンピースのボタンにはメデューサの顔、ピアス、バングル、バッグはあのお高い C マーク、サンダルはグッチでした。話し方も穏やかでお嬢様という感じ。そんな風に頭を切り替えようとして、その人と次の駅まで話をしながら電車に乗っていたんです。話の内容で一番びっくりしたのは、その人今朝車で出かけようとしたらしいんですけど、エンジンがかからない。何度アクセルを踏みながらキーを回してもかからなかったと。で仕方がないから、電車で出かけることにしたらしいんです。駅に着いてからリーダーに電話をしながら、ホームの端っこに着いたら、すごい電車の警笛と、私が頭を。それで慌てて走り寄って、腕を思いっきり引っ張ってくれたらしいんです。私が線路に落とし物でもして、何かを探していると思ったそうで。そのあたりで、次の駅に着きました。その人は乗り換えということで、お礼を言って、そこで別れました。ホームの端から見えた、あれも怖かったですけど、このすごい偶然に、ものすごく驚きました。こんなことってあるんですね。全速キャンプ。私が中学の頃に体験した本当に怖かった話。久々に思い出したんでここで話してみます。中学の頃、夏に小中学生向けの全速持ちの子だけが参加をする、通称全速キャンプっていうのに参加していたんだけど、そのキャンプ場というのが大分の九重山にあって、結構曰く付きだったりするところだった。キャンプ自体は一週間で、そのうちの一日か二日はテントで寝ることになっていた。で、そのテントの設営地も、八番テントの横の木は首吊りがあったとか、バツ番テントの近辺では変死体が出たとか、そんな話があったり、そういう話を聞いていて、怖いね、なんて言いつつ、夜になって、自炊場の水場に、ハンの子と二人で
歯磨きをしに行った。周りは林で電気もなく、遠くについているランタンの薄暗い光の中、歯を磨き終えて蛇口を閉め、テントに戻ろうかと二人でその場を離れようとしたその瞬間、閉めたはずの蛇口からじゃーっとものすごい勢いで水が出始めた。そのものすごい勢いで出ている水を見て、めちゃくちゃびっくりした私たちは、わーっと泣きながらダッシュ。テントの近所にあるプレハブの管理部屋に駆け込んで、管理当番だったお兄さんに泣きついた。が、お兄さんは、ラジオの天気予報の電波を拾うのに必死で、全く相手にしてくれなかった。あの時は本当に怖かったよ。霊感のある彼女。学生時代に霊感がある彼女と付き合っていた時のこと。その子は、母方のおばあちゃんが霊能者で、その血筋を引いていて、霊が見えるそうなんだけど、除霊などはできなくて、やれることといえば、おばあちゃんからもらったお守りを、頭や肩に、ポンポンと軽く当てて、霊を離すくらいだった。霊感がゼロで、霊なんて見えたことがない僕にとっては、あまり現実味がなかった。彼女は霊に慣れていた。彼女と遊んでいる時や、部屋にいる時も見えるそうで。そっち行ったらあかん。会うなり。あんた、黒猫ついてきてるで。一緒に寝ている時にも、天井に向かって。ごめんな、うちは何もできひんねん。という行動があった。本来明るい子だったし、僕自身が全く見えない、全く感じないので、特に問題はなかった。あの夜までは。あの夜も、いつものように壁につけたベッドに、彼女が壁側で、僕が内側で寝入った。その夜中、じっとりとする、布団の深いさで目を覚ました。見ると横の彼女が、全身から油汗をかいて、目を大きく見開いて、手で、僕の袖口を、震える手で、わしづかみにしている。そして一言。怖い。こんな彼女は、今まで一度も見たことがなかった。驚いた僕は、周りに気を配ると、部屋全体の雰囲気が変。重苦しく、天井がやけに低く感じられて、圧迫感がすごい。しかも、異臭がすごい。生まれて初めて感じた。誰かがどこかで見ている。そんな、刺すような視線を感じて探したんだけど、その正体がわからない。横で震えながら、彼女が霊のお守りを、布団の中で僕に手渡した。困る。こんなの、僕は一般人だ。あのポンポン作業をやれと。僕は泳ぐ目で探した。見つけたくはなかったけど、見つけてしまった。すぐそばに、手が届くほど近くに、老人が、鼻から上の顔半分を、ベッドの縁から覗かせていた。その顔は紫黒く、目玉が落ちそうなほど見開いた目は、魚の目のように精気がなく、眼球の白いところが、黄ばんで血走り、ベッドで隠れて見えない口は、くちゃ、ぺちゃ、と、汚く、何か食べているような音がし、両方には二本ずつ、指を添えて、僕を恨めしそうに見上げていた。
僕は規制を発し、お守りを、その頭の上に落とすことが精一杯で、気を失ってしまった。気がつくと朝になっていて、彼女は横で寝ている。夢だったのか、と、ベッドから起きようとすると、足元には、破れたお守りがあった。後日談ですけど、その後、彼女とは別れて、彼女は別の男と結婚し、子供を産むと、なぜか霊感はなくなってしまっていた。一方僕の方は、疲れやすい体質になり、その度に、元彼女の祖母に除霊してもらっていて、祖母と大の仲良しになりました。